ノア、シーリーンから聞いたわ。私の目のこと黙っていてごめんなさい。そんな、あなたが謝ることじゃないよ。いいえ、私がみんなに無理なお願いをしてしまったから。隠していてもすぐに分かってしまうわよね。やっぱり私、みんなとは違うもの。フローラ、その、私、うまく言えないけど、みんなと違っていてもあなたはとても素敵だよ。おー、いい子だ。だから気にすることないよ。あなたはあなたらしく振る舞えばいいと思う。もう、そうね、ありがとう。私って、本当にバカね。こんな優しい子に見栄を張ろうとするなんて。でもね、少しだけ怖かったの。もしかしたら私、あなたに嫌われているんじゃないかって。だからこんな。フローラ？そんなはずないのに。あなたが私をそんな目で見るはずがないのに。だってあなたは優しい子だもの。あなたはいつも私の一番欲しい言葉をくれる。あなたはいつもそうだった。いつも。いつも。フローラ？なんだろうね。すごい近くにいる何かかな。泣いてるの？ごめんなさい。あなたの言葉を聞いたらいろいろと思い出してしまって。ノア、私ね、ずっとあなたに会いたかった。あなたが私に命を与えてくれたから、私はこうして生きていられる。たとえ私があなたの書いた物語の一部だとしても、私はここで生きていられて本当に本当に幸せよ。ノア、たとえこれからここで何が起ころうとも、あなたはあなたの信じた道を進んで、きっとそれが正しい道、あなたが進むべき道よ。それはどういう意味？この時が来たらきっとわかるわ。神様はずっとあなたを見てる。あなたのことを守ってくれる。だから大丈夫。私もあなたも。これからもずっと一緒なのは。フローラ。一万円が多くてとても素敵なゲームですね。なんでもないわ。驚かせてごめんなさいね。いやーなんかこれからもうさ、凄惨な事件が起こる香りがプンプンするもんな。うん？あ、そういえばノア、私あなたに渡したいものがあるの。よかったら受け取ってくれるかしら。渡したいもの？おー、綺麗。これよ。わー、綺麗。貝殻のペンダントだね。もしかしてあなたが作ったの？お友達になってくれた人にあげているの。一つ一つ願いを込めて作っているのよ。綺麗だなー。そうなんだ、すごいね。ありがとう、大事にするね。いや、器用だね。そう言ってくれて嬉しいわ。あ、でもそれ少し壊れやすいみたいなの。シーリンに渡した分もこの間壊れてしまったみたいで。ちょうど今日彼女が壊れたものを持ってきてくれたのだけれど。いや、シーリンが壊しやすいだけだと思うけどな。やだ、いけない。そういえば私、彼女に約束したんだったわ。今夜までに直して返すって。そうなんだ、もう夜になっちゃったね。今から取り掛かればお食事の間に完成できそうね。ごめんなさいのは、お話はまた今度でもいいかしら。もちろんだよ。また遊びに来るね。楽しみにしているわ。お食事会楽しんでちょうだいね。うん。じゃあまたね、フローラ。またね、のは。ダニエル、お待たせ。お帰りのは、少し遅かったね。ああ、うん。フローラと少し話をしてて。そうかい。彼女と気が合うようだね。そういえば、足の具合はどうだい？アルバにちゃんと見てもらえたかい？うん、見てもらったよ。傷薬を塗ってもらって、それから痛み止めをさっき。あれ？どうかしたかい？あ、うん。そういえば、足全然痛くないなって思って。痛み止めはまだ飲んでいないんだけど。やっぱりだ。ほら見て、すりむいたところも、跡が全然わからないよ。アルバの塗ってくれた傷薬が効いたみたい。おや、本当だね。すごいね、まるで魔法みたい。そうだね、君の怪我が治って僕も安心したよ。あ、そうだ。ダニエル、これありがとう。汚れちゃったから洗って返すね。ああ、いいよ、別にそのままで。特に大事なものじゃないしね。うん、ちゃんと洗って返すよ。そうかい、じゃあそうしてもらおうかな。うん、後で洗ってくるから少し待っててね。吸わなくても大丈夫だよ。どの道、僕はずっと君のそばにいるし。
また気づいた時にでも。お、20時になったかな。ご飯だね、ご飯の時間。おや、もう時間みたいだね。もう20時？食事会が始まっちゃうね。時間が経つのは早いね。ダイニングに向かおうか。きっとみんなが集まってる。うん、そうだね。フローラちゃん来れるといいんやけど、おっと？ちょっと毒入ってないやろな。誕生日おめでとう、私。ロア、まだ起きていたの？もう遅いわ。早く寝なさい。寝たくない。わがまま言わないで、早く屋根裏部屋に行きなさい。嫌だよ、お母さん。あの部屋、お化けが出るの。ああ、いつまでそんなことを言っているの？あなたもう9歳なんでしょ？赤ちゃんみたいなこと言わないで。これ、言われるからいつも言うんだな。赤ちゃんじゃない、みたいな。でも、のはいい？お化けなんていないの。全部あなたの想像よ。あの部屋には誰もいない。誰も来ない。わかった？しっかりしてんのはお願いだから、お母さん明日も早いの。ごめんなさい。いい子ね、のは。じゃあ、早く部屋に戻りなさい。うん、おやすみなさい、お母さん。ええ、おやすみなさい、私の天使。本当に天使って思ってる？あ、ちょっと思い出したんだ。どうかしたかいのは。うん、なんでもない。ちょっと考え事してて。そうかい？待ったことがあれば、いつでも言ってくれて構わないからね。うん、ありがとう。もうみんな来てるかな？おそらくね、中へ入ろうか。うん。おお、来た来た。主役の登場だよ。おーい、料理係さん、グラスを持ってきてやんな。2個だよ、2個。わかってるよ、うるせえな。ついでに、私のワインもよろしく。お、もう飲んじゃったの？さっき注いだばかりなのに。欲しかったら自分で注ぎに行け。そこに酒だるがあるだろう。俺たちはお前の召使いじゃねえんだよ、ババア。ああ、もう一度行ってみな、このクソガキ。すまない、二人とも、先に始めている。その、ソフィアは止めたんだ。主役が来る前に始めるのは良くないと。だが、シーリーンが言うことを聞かなくてな。大丈夫、大丈夫。料理にはまだ手をつけてないからさ。少ししか。ああ。あ、ようこそ、二人とも。ごめんね、慌ただしくて。空いている席に座って、順番に料理を持っていくから。うん。隣のテーブルに行った方がいい。それはどういう意味だい？二人に面倒をかけるのは悪いという意味だ。なんだ、そういうことかい？どういうことだい？お言葉に甘えて隣に行こうか。うん。お、よかった、ロザリオくん。あ、ノーさん、ダニエルさん。こっちのテーブルに来てくれるんですか？ロザリオ、あなた体調大丈夫なの？はい、へっちゃらです。ねえ、アルバ。ああ、もう心配はいらない。本当？それならよかった。心配をおかけしてすみませんでした。僕がこうして回復したのも、ノアさんのおかげだとアルバから聞きました。本当にありがとうございました。うんうん、ロザリオが良くなってよかったよ。グラス、ここに置いとくぞ。あ、うん、ありがとう。ノア、何が飲みたい？持ってくるよ。飲みたいものか、もうちょっとワインはよろしくないね。ハーブティーか、オレンジジュースじゃない？じゃあオレンジジュースを。わかった、持ってくるね。僕と一緒ですね。本当？気が合うね。はい、嬉しいです。で、ダニエル、お前は？そうだね。アルバは何を飲んでいるんだい？赤ワインだ。似合う。じゃあ、僕も同じのも大丈夫、ダニエル君。倒れない？了解と。そういえば、リサはまだ来ていないのかな？リサ、ああ、あのズキンの。ああ、来るかどうかも怪しいな。リサさん、お忙しいですからね。今日は来てくれるといいですね。そうだな。
お待たせ、飲み物をここに置いておくね。ありがとう。ソフィア、準備できたよ。ありがとう、ル。はーい、それじゃあみんな注目。ノアも来たことだし、乾杯しましょう。グラスを持って、準備はいい？行くわよ。一枚で来る。おー。あ、オレンジジュースちゃんと対応してくれてる。あ、すごい。ノアとの出会いに乾杯。乾杯。みんなありがとう。すごく嬉しいよ。料理も遠慮せず好きなものを食べなさい。私と飲みたかったらいつでも声かけな。歓迎するよ。母さん、僕もお話ししたいです。ノア、ついでにこっちも手伝ってくれると助かるぜ。はやて、ノアは主役。えいへい。ノア、せっかくだから順番にみんなに声をかけに行こうか。僕も一緒に行くよ。うん、そうしようかな。ダニエル君、サンキュー。ちょっとセーブしたいかな。おー、こんだけ？そっかそっか、料理してる。